今まさに雷雨と雨ですね。強烈な雨が降ってきました。ちょっと見えないと思いますけど。うわ。すごいです。まだかつてないほどに光りまくってます。光りまくりやがってます。怖い。天変地異でしょうか。すごいです。先ほどの雷のせいで、停電ですね。停電してしまいました。風もすごく、雷もすごく、雨の量も半端はないです。半端はありますけど、半端ないです。今日の晩ご飯は、マーボナスを食べました。マーボナスをご飯にかけて食べて、それで、明日チャーハンとか食べようかなって思ってます。先日、ドライブ行った時ですね、とか1週間前ぐらいからちょっとお腹を下してて、でちょっと気張っただけでうんこがしたくなるっていう、そういった日があってですね、でもう我慢できなくてちょっと車運転中におならをプッとしちゃったんですね。そしたらその時ですね、やっぱパンツにちょっとシミっていうか、まあ水分、お尻から出た水分みたいなものが微妙に出てて、で、まあ微妙に出ててですね、で、お尻から出た水分が微妙に出てて、これまずいなと思って、車のダッシュボードをガサゴソガサゴソ探ってたら、そこから窓拭き用のタオルがですね、落ちてますね。ダッシュボードが。なので、その窓拭き用のタオルを、まあ、パンツの中に入れて、それで、水分が出てくる、水分、水っぽい、うんこですか？水っぽいうんこを、まあ、それで、お尻に敷きながら帰ったんですけどね。でも、その時もこんな感じの、その時はでも晴れてたんですけど、今日はでもすごいですね。雷っていうか、もうほら、なんか光がする。もうね、これは何なんですかね、もう、こんなに連続して光るってことはなかなかないですね。本当、なんか異常とも言えるぐらい、なんかこう、空で、悟空 VS ベジータじゃないんですけど、何かね、こう、やってるんじゃないかっていうね、感じで、もうディスコかっていうぐらいですね、光りまくりやがってますね。それはもう本当に参りますね。これもさっき、まあ、復旧したんですけど、停電になって、ですね、やばいです。こんな雷雨はなかなかないですね。初めてぐらいかもしれないですね、こんなにすごい。光り始めるとですね、もう辺りが一瞬昼間のかのように、昼間になったかのように、その草木の緑がもうはっきり見えて取るぐらい過激に今光ってますね。私も最近頭髪事情が剥げ始めてきた、薄づけ事情が狭まってきてるので、日が進めば進むほどその地肌の色が見えるっていう意味で、影の状態がよくわかるっていう、そういったこの雷の
が地面を照らす状況と同じで、あの同じ感じで、あのなるね、なるかも。うお、これ落ちますよ、どっかに。こんなの初めてです、本当に。こんな状態ですね、もう映画ぐらいでしか見たことないっていうぐらい、すごいですね、本当に。本当に、何かもう、おかしいのか、もう光りまくってましたね、空が。こんなに雷が近くて、で、昼間のようにこの地面を照らすっていうことはですね、今までなかった。なんか相当近い距離で雷がバチバチ言ってるのかもしれないですね。ね、思春期の時のキスと同じぐらいの、その、ね、緊迫した状況と似合ってるかもしれないですけど、すごいですよ。ほら。うわぁ、魔法ですね、魔法。これね、こんなね、なったことないです、私のあれでは。いや、なんかもう雷とかそういったもうレベルを超えてるぐらい、もう大地が怒ってるっていう、大地というかもう天空が怒ってるっていう感じでですね、もうドラクエでいうとギガデインですよね。ギガデインがもう天空でやってるっていう、そのね、あの感じで、いや、そんなね、大変な時はないです。すごい雷ですね。はい、まだお腹緩いんで、ちょっと、おならしちゃうと水っぽいのが出ちゃうんで、それ1週間ぐらい続いてるんですけどね。セロガン一応飲んでは抑えてるんですけど、